安倍城は、静岡県静岡市青区内牧羽鳥にある日本の城石。市内西部を流れる安倍川の右岸にそびえる標高435メートルの山の頂にある。追記年代は不明だが、駿河鹿野市一門で、県務政権期に武者書に勤めていた、狩りの上映の築城と伝わることから、14世紀前半と考えられる。山頂を本城として、 周囲の尾根筋にも、九十砦などの市場を多く配置し、鹿野市の一条細群を形成している。鹿野市は、県無政権崩壊後の南北朝期には、南朝方につき、北朝方の今川市と安倍川を挟んで熾烈な攻防を繰り広げた。1392年の南北朝統一後は、今川に教順していたが、1433年の、 今川の政の死によって勃発した今川家中の内紛に乗じて離反するものの逆に今川方に攻められて衰退以降安倍城は文献に現れないことから廃城もこの頃と見られている城跡は幅35メートルほどの最上部の尾根を本局人としてその周囲に両線に沿うように階段状の小車を配置しており一部の車間には 掘り切りを設けている。これらの遺構の多くは、南北長期よりも後の時代の改修によって作られたものと考えられている。定石を含む登山は、現在登山コースとなっており、東南独のシーノーズと、西南独のハトリホラ経院から登藩してクルワや掘り切りなどを見ることができるが、急峻な箇所も多い。ありがとうございます。